石田修造は日本の料理人、東京都町田市生まれ、幼少期に愛知県に転居。1993年、名古屋調理師専門学校卒業、島観光ホテルに就職。1996年、東京都渋谷区のフレンチレストランに入社。2000年、フランスに渡る。2003年、アトランスで働き始め、2004年、アトランスのスーシェフ。 2006年、カンテサンスを開店。2007年、ミシュランで三つ星を獲得。2011年、東京都渋谷区北品川のフレンチレストラン、クインテッセンスのオーナーシェフ、経営者。2017年、海洋資源保全活動団体、シェフスフォーザブルーの立ち上げに参加。2020年、14年連続で三つ星を獲得。また同年新設のグリーンスターを燃える。 ミシュランガイドから13年連続で3つ星評価を受けている。ドラマ、グランメゾン東京の監修や、シェフズフォーザブルーという団体でサスティナブルシーフードの活動も行っている。これはドラマを通じて飲食会をもっと盛り上げていきたいという願い、自分たちが当たり前に使う食材にも限りがあることや、それをむやみに乱用せず、後世まで残せるよう大切にしたいという思いから。 ありがとうございます。